YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、国波です。今回は、前に挙げた、そのラバ5体でのタウンホール10全開リプレイというか動画に続いて、ゴーレム5体編成での、全開動画っていうのを出していきたいと思います。で、この全開、ゴーレム5体、このジャンプ2つでの、その、全開として重要なものが、3つね、あります。それをね、リプレイ見ながら説明していきたいと思います。で、まず最初に大事なポイント、1つ目、ゴーレムです。はい。最初に、ジャンプを使わずに、ゴーレム5体、このように、最前列の防衛設備すべてからターゲットを取って、ウィザードで破壊していきます。で、ここでやっと一つ目のジャンプ。で、どうして最初にジャンプ使わないかっていうと、ターゲットがね、届かなかったりすると、ウィザードが、減っちゃって、火力が一気に少なくなってしまうっていうことが起こるからです。続いて二つ目、呪文のタイミングです。このように、たくさん固まっているところで呪文は使ってください。特に1個目は必ず。絶対、たくさんユニットが固まってる時、使ってあげてください。2個目は様子を見ながら。私の場合は、キングと、クイーンにちょこっとかかるようにやりましたが、これはね、クイーンに確実にかけてあげてよかったかもしれません。はい。で、三つ目のポイントが、ウィザードです。ウィザードは、説明しないかっていうと、そのウィザードのポイントとして、少量ね、ウィザードを残しておくことが必要です。なぜかっていうと、最初に説明した通り、ゴーレム5体編成ですと、ウィザードが、重要なんですけれども、どうしてもゴーレムが爆発した時に、ターゲットがずれたりだとか、ゴーレムが固まってしまうと、なんか遠くから攻撃できる、アーチャータワーから、そのウィザード、なんか攻撃受けちゃって、で、ウィザードがなくなっちゃうってことがあるので、少量残しておいて、で、ゴーレムがターゲットを取った時にポチッと押して出してあげるっていうのが、100% を狙うにあたっての一つの鍵となります。そうこうしてる間にね、100% 取りました。そんなに防衛設備強くなかったんですけれども、今流行りのラバゴレで、星3が取れないって人なんかはラバ5体でやってみたりだとか、ゴーレム5体でやってみたりしてみてはいかがでしょうか。最初はね、100%、私も全然 100% 取れないんですけど、慣れてくれば、もしかしたら星さん取れていけると思いますので、ぜひぜひ試してみてください。それでは、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。